それ、まあ、不戦、不戦を投げたの。そう、不戦を投げたんですよね。で、そのなんか、その自殺者が出てる問題ってのはよくわかんないんですけど、はい、ちょっと教えてもらいたいんですけど。えーえーえー、彼は生き残る道はないんですよ。ああ、じゃあきついじゃん。<う>きついと思います。 兵庫県知事の問題、でも、ちょっと落ち着いてきましたかいやー、ま,あ、まだ今週、不信任案が出るので、はい、まあ今週がもうえ、でも出してんじゃないのまだ出してなくて、19日かな、うん、どういう対応するんですか、えー、維新としては僕らはですね、まあ、当初はちゃんと調査結果を待ってね、はい、客観的なデータとか根拠に基づいて、収支、うん、を進退決められるべきだということで、はい、まあ百条委員会とかもまあ望んできたんですけども、うんうん、ただ、9月の上旬、10日ぐらい前ですかね、やっぱりもうすぐ議会が始まっちゃうので。 はい、県議会始まるといつから始まる？え、来月の下旬から始まると思いますね。うん、まあ10月に入るかもわかんないです。そうするともうあの補正予算とか人事案とか副知事もやめてますんでね。うん、条例案とかいろいろ出てきて、もう何も今のじゃ通らないんですよね。ああ<ー>、今の議会がね。議会がもうしがみついたとしても知事が辞めない。任期来年までだからやるって言っても、もこの状態で議案は一つも通らないので、そういう状況だと、もうそれは。 県政を止めてはいけないという政治的責任、道義的責任があるわけだから、うん、ここは悪くないというなら一旦出直し選挙をやって、うん、で出直し選挙をやって受かってきたら文句なくそれ議会だって議案を通さざるをないですからちょっと一回、まだ結論は第三者委員会とか百条委員会は終わってないですけども出直されたらいかがですかということをわれわれは申し上げているという、ね、ああそういうことね、はいうん、で知事はどう思ってんの一井さんの考えは分かったけども私はわあの悪くないからやめませんというか、うん、まだ県政を前に進めていくみたいな。 お維新の所属ではあるのいや、所属はないんですよ。あ、所属ではないのか応援、ええ、無所属なんだけど、 推薦はしてるそうですね自民党と維新が推薦したんです、ははははいいいいそれでまあ我々も推薦したので何も責任がないというつもりは全くないんですけど、も今回、自民は結構早々にというか、もう辞める、もう辞任制というので、牛はちょっと、ある意味かばうわけじゃないけども、ちょっとまだ分からないところあるじゃないですかと、ちょっと調査結果とか待ったほうがいいんじゃないですかっていうポジションをしたということで、維新がかばってるとか、維新の党員だからだって言われたんですが、なんか、よく公安利権がどうのこうのとかって言われてるじゃないですか。 一部あるんんだと思うんですけど、ね、公安理事はちょっと僕もエビデンスはないですけども、うん、ただ天下り規制とか今まで兵庫県制って前の知事がもう5期やってたんで5期20年やってたんですよね、うん、だからちょっと、それを叱したところはあったと思うし、うん、そこにやっぱ新しい知事が来てやっぱ最初って当然張り切るし改革だってきたわけだから、うん、まあ天下り規制とか外郭団体を減らすとかやったんでやっぱそれは職員さん方には反感を買ったというのはそれはあるまそれはそうなりますよね。うん なので彼が、結果、僕も百条委員会とかちょちょこちょ見てて、付箋投げたりとか、机、ばーんとてたいたのはよくないと思いますし、付箋を投げたんですよね、付箋ですね、こういうペカなやつちっちゃいやつうんですけども、それを怒って投げた、アクリル板が当時あったらしくて、そこにパーって貼り付いたみたいなことはあったということは、本人も認めていて、おそらくですけど、やっぱ 別にさそれ自体はさよくはないけどさ辞任しなきゃいけないほどのことじゃないんじゃないそこが難しいんですよねでも当初はそれがパソコン投げたとかなんかすごいことでルフされてたわけですよでも100畳以下やってみたらよくないけど不戦一無だったとかということが出てきてるからどうなんだろうなっていう思いいははありますそこや僕ね結構よく。 その知事が辞めるとか、総理が辞めるとか言うときに、まあ大体こうやって叩かれて辞めるわけだけど、東京の話で言ったらさ、舛添、知事とか、辞めたじゃない辞めました。で、あれ、なんか、あれでしょ温泉に公用車で行ってたとか、そういう話だったでしょそう、政治資金で漫画。あのときさ、あなた、都議会私、都議会です。急先鋒でした、松添。急先鋒でございました。 どう,いうよいやーねーでも。 今えばですよ自民党の裏金問題とかに比べたら、松田さん、ご自身で言ってますけど、も全然違法でもないし、こういうや使い方はあんまり良くなかったかもしれないけど、一応、自宅というか別荘があったわけだから、そこに帰るっていう自由も選択肢もあるし、クレヨンしんちゃんの漫画買ったとか、でも別に隠したわけじゃなくて、資金で計上したからばれたわけであって、裏金作ったわけでもないので、ただそこはやっぱりもう感情というか、やっぱりそんなんでいいのかみたいな。だって、そのさ、クレヨンしんちゃんを買ったとかっつったらさ、 N. H. K. 党の立花さんなんか、キャバクラ行ってるから、ねはい。そうですね。まあ、あれは偽悪的に、もう完全に、確信犯じゃん。確信してやってますからね。あれはね。多分 <laughs> <laughs> ることも、ね。夜の、街を視察に行ってます。みたいな。えー、政治資金に定義はないので、何を使っても基本的には法律上はいいんですよね。 ただ世論が許さなかったっていう当時の状況、まあ、これやっぱ似ておっしゃると似ていて、うん、パワハラかどうかの認定はまだされてないし、うん、よくないけど、それやめるほどのことかねみたいなことの小さな積み重ねというか、まあ、小さかどうかちょっと人し第いですけども、ただ今、世論としては、やっぱりもう、彼は斎藤知事はもうだめだという人になっていて、議会も動かなくなってしまっているという事実はありますね。 別荘にたく、ね、公用車で行きましたぐらいな感じで辞めた知事もいるわけで、ええ、だから、ああいう前例ができるから、これ良くないんじゃないかなと思うんですよね。ねこれ難しいところで、僕らもすごい党内でも議論があって、うん、いつまでじゃあその調査結果を待てるのか、みたいな。うん、で、さっき言ったようにもう議会が迫っていてい。調査結果ってどれぐらいかかるんですかで第三者機関の調査結果はどうも年明けとかになるみたいなんですね。うんまあ、パワハラ認定とかってっ結構民間でも時間かかるじゃないですか、やっぱりエビデンスまあ、どこまでパワハラって。 っていうかもね第三者の弁護士の方とかも結構ちゃんとやるでしょうしあと、ちょっとうちも市長の横山とかうちのメンバーも申し上げましたけどもちょっと僕らが一番斎藤知事に期待したけどちょっと残念だったところは自分の言葉でもっとこういう話をしなきゃだめでなぜ付箋投げたのかとかこういうのをもっとこう言てねチャンネルにも来てね YouTube も自分でインスタライブやる YouTube ライブやるとか今日百条委員会でいろいろ聞かれたけど印象操作ですよとか僕はこういう思いでちょっと 確かにヒートアップをしたけども、うん、でも職員がサボタージュをしてね、おかけたとに全然改革をやらなかったんだと、し、うん、ったり激励をしていて、ちょっとその伏線投げたりとあったかもしれないけども、その思いは分かってほしいとか、ちょっとかかその程度だったら、選挙で信を問えばいいぐらいの話だよね、今すぐやめなきゃどうかっていうと、えー、うーんっていう、うん、でそのなんか、自殺者が出てる問題ってのはい、ねはい、よく分かんないんですけど、えー、ちょっと教えてもらいたいんですけど。えーえー ど,どうなそういった知事がパワハラしてるとか、うん、おねだりして贈答品をたくさんもらって自分で持って帰ってるみたいなこの内部告発文書みたいなのを書いた職員さんがいたんですね知事は買い文書いて言ってましたけども、それはまあは町内とかマスコミとかにばらまいたと、うん、でそれを作った人がまあどっかの局長クラスの方だったんですけどもまあそれは彼が書いたということはばれてでもありえないということで徹底調査をしろということでまあ副知事をこう送って聞き取りとかをかな,りかなり詰めた聞き取りをしてう処分だと。はい ようとしてまり、あ、まあ、彼は最後は自殺者、うん、自ら命を絶たれてしまったわけですね、そこでやっぱりこうそこまで追い詰めたのかと,、うん、ということで、まあ、かなり厳しい世論の風が吹いたと。 何かを告発したんですね、告発をして、今、問題になっているのは、それは公益通報だったんじゃないかっていう、告発はね、知事に対するものだから、公益通報だったら、保護しなきゃいけないので、ちゃんとこのしかるべき機関にやって、第三者がちゃんと調査をして、その告発内容が正しいかどうかをやらなきゃいけないのに、知事はもう、これは公益通報ではないと、怪文書だと自分で判断をされて、即座に自分で調査をして、自分で処分をしたと、これが果たして正しかったのかどうかっていうのも、それは何正しい 情報だったんですか ええ、開封書のその開封書と言われるものの中身は、うん、不正確なものが相当あったというふうに思いますね。ああ、なるほどね。うん、それは客観的に第三者が見ても不正確なものは結構あったと。あったと思うしやっぱりこの百条委員会とかまあまだ第三者の結論出てないですけども、うん、今議論見てても明確に否定されたものっていうのはもう中にあるはあると思いますね。なるほどね。うん、だからまだちょっとわからないんだね。まあ、最後の最後やっぱりまだわからないっていうのは正直なステータスだとは思いますね。うん、ただそのまあ先ほど言ったようまあ不全だけだとか バーンって叩いたことがあるとかはご自身も認めてるので、うん、そういうことあったんだろうとまあ堀江さんの世代とか僕の世代はまだ残ってる40代とか50代ぐらいはでも今本当ホワイトですからね10代20代とかは。 机大変だな昔はケツ蹴り上げたりとかしてた世代でしょうけどいやいや、ケツは蹴り上げてないですよ、机版ぐらいです机版ぐらいですか、確かにな難しい、だからもう本人が発信して、でもこれから不信任案出ることは確定してるんですよ、これはもう、維新が出そうが、賛成しようが出そうが出すまいかという不信任案が出るとどうなるそれと議会を解散するか、自分が失職するかの2つしかないですね。議議会会解散すするるとどうなんで県選挙行われ バーク選挙やるじゃないですか戻ってきたメンバーが、うん、もう一回不信任出して、うん、それが過半数で可決されると、うん、もうあとは失職するしかないと一<ー>回、まあ、私正しいんだと議会が悪いって言って解散させて、うん、その戻ってきた議会が「いやいややっぱお前悪いよね」って言われたら、うん、もう一発アウトなんですね。うん、で今もう全会派 全県議会議員が不信任に賛成するって言ってるので、うん、要はどんな結果になろうとも過半数は絶対反知事派が戻ってくるわけなんでなるほど新党を立ち上げて知事新党で過半数取るしか彼は生き残る道はないんですよ。じじゃゃあきついじゃんきつついいいいんととと思いますでそのの努力をされてるのかなというと ちょっとそういういの自分で発信したりとか、僕は悪くないから徹底的にやると、候補者も全部寄りするっていう構えを見せるんなら、一つの筋だと思うんですけど、もそういうご努力はされてないので、それだったら本当に、いやもう結果分かってて、解散させちゃって、戻ってきた人が同じ開発構成が戻ってくるんだから、そうで終わね意味がないんじゃないのって、私は今のとこ詰んでますよね。今のとこんで どうですか立候補し直すしかないそれもありますね外科に解散じゃなきゃやめてでも私は間違ってないと思うから一旦は出直すけども私が立候補しますとはそれはありだと思います僕らはそれを一番逆に言うとそれしかないんじゃないですか思いますけどね前回は何で勝ったんですかあ、まあ、5期20年やった方が引退ということで後継指名をして去ろうとしたんですけどもやっぱ長期政権の停滞とか後継指名するってことじゃちょっと古い政治感があるじゃない というのあいわゆる自民党内でも改革家みたいな人たちがいて、うん、もうちょっとその20年の県政、そのまましいちゃだめだと、新しい人、外から持ってる、なるほど自民党も割れたんですよね、うん、で自民党が割れて、うんで、その割れた自民党と維新が新しい支持を誕生させようってことでやって、うん、まあ自民党が分裂選挙になったっていうのもあって、斎、うん、藤さんが勝利したと。斉藤ささんんんは元々何のの人だったでですす総務省の官僚 で大阪でもお仕事してて、大阪府に出向してて、財務課長とかやっていたっていうのもあって、維新とのつながりがそこでもあって、吉村さんとも仕事してたという、それがまた維新の人なんですかって言われる要因でもあるんですけど、も遠いんじゃないんですが、確かに維新の、維新不正のもとで財政課長やって、で総務省戻って、また選挙たあでもそれは結構きついんじゃないかな、まあ、どういうその状況であったにせよ。えー ねえうん、ここからちょっと逆転するのはもう選挙で信任を得るしかないので、うん、このまだらだら百条委員会続けたりとか、うん、あれは県議会解散だって言って記者会見毎週しても、うん、やっぱりそれで県民の支持が取り戻ったりとか、うん、県議会が過半数が自分に賛同してくれることは私はないと思いますので、うん、やっぱり出直し選挙本当に正しいと思うのは出直し選挙だしまあ身を引くなら身を引くということになななるのかなかんこれで井戸県政に逆戻りですなっていう話があったので井戸さんというのが前の。 合期20年やっ,った人たちに、えー、まだなんかそっちの力が盛り返してくるんじゃないですかね。今回の件も斎藤さんがどこまでって分からないですけどもやっぱこの昔、うん、要は井戸県政でメインになってた公務員の方々っていうのはもうすごく不満がたまっていて斎藤が来てからもう全てうまくいかなくなったと。藤なんとか 引きずり下ろせみたいな方々がいたという話も即分しますんでやっぱそういうち力関係で怪文書をまいたりとか、うん、まあ県庁でアンケートを取って、うん、まあ斎藤さんの評価ってかなりボロクソではあったんですけどもかなり批判が多くて、はい、やっぱそれは井戸さんの時代でも後期20年そこでもやってきた人たちがやっぱもう斎藤さんが嫌でしょうがなかったというところでそういう動きをしているっていうのはそれは事実一定程度あるんだろうなというのはある思いますけどねそれはじゃあ結局 百条委員会は何も出てこなかかったんですかまあいくつかその知事が自分で認めたことっていうのは出てきた、うんまあ、その不正不戦とかで <laughs> まあなぜ車止めを突破して向こうに行こうとしたのかとかそううはどうでもいいそれ,はそれはどうでもいいですね <laughs> であと公益通報には当たるんじゃないかみたいな話は読んだ専門家百条委員会に読んだ専門家はいや公益通報に当たるんじゃないかって証言したりとかいやいや当たらないんじゃないかって意見も出たりとかそこはでも本当最後に。 あの公益通報って消費者庁が管轄してるんですけども、はい、まあ僕も当然、消費者庁に問い合わせするんですけども、はい、ただ何かってか、個別案件は分からんと、<ー>最後は司法が決めて裁判することだから、それは分かりませんってことなんで、百条委員会で決着が強くつくようなものじゃないので、ちょっとそこはもう、まだわからな,い、ね、<laughs> なるほどね、どうですか <laughs>